こんにちは、速稼塾の久保です。まあいちいちね、お金のことを言うとなんかいやらしいとかね、なんかお金のことはタブー視される、そんな風潮があるかもしれませんけども、これは取りも直さずお金のことの問題解決ができてないからじゃないかなと思うんですよ。まあ例えばね、会計の時とか将来のこととか欲しいものとかやりたいことを考えた時に、まあお金の問題ってのは出てくると思うんですけどもね。でもいちいち値切ったりとか、それから相見積もりしてね、なるべく安いところで買おうと思って価格の引き下げ交渉したり、まあこういうのが繰り返されるとお金のことについてね、なんか嫌な感じになってくるんじゃないかなと思うんですよ。でも商品には必ず売価ってのが設定されてますから、その売価で自分が価値を見極めて、あ、いいよこの金額でっていう感じでポンと出していただければ、お金の話題が出るにしてもすごく気持ちのいいものになるんじゃないかなと思うんですよ。自分だけはなるべくお金払いたくない、でもらえるときはなるべく大きくもらいたいっていうふうに考える、その綱引きみたいな状況がお互いにあるからこういうことになると思いますけども、まあ例えばね、何か仲のいい人同士でなんか何かを食べに行きました、会計の時に割り勘じゃなくて、いやここは私が払わせてくださいよ、いやいやじゃあここは私がだみたいな感じで払いたい合戦とか始まるみたいなね、まあ、そんな状況の方がいいんじゃないかなと、世の中ね、もうとにかくお金のことは自分が払いますみたいなことでお互いがそう思っていたらね、なんと気持ちの良い世界だろうみたいな。で、いやお金払うよ、こっちが払うよ、こっちが払うよみたいな感じで言い逃れて、だんだん、揉めた時に、いや俺が払うよって言ったらどうぞどうぞみたいなね、出し送るみたいなこともありますけども、そのぐらいがちょうどいいのかなと。会計どうする、割り勘、え誰一度に払うみたいな、じゃあレジでなんか一人ずつ払ってもらおうかみたいな感じで、なんかレジずらーっと並んでね、レジの人が一人一人こうなんかこの人はいくらですいくらですみたいなね、ああいうのってのもあんまり見たくないなと思いますね、私はね。スパッと気持ちよく払ってあげるとか、ペイペイでね、一括払いしてあとペイペイで送ってよみたいなのがいいんじゃないかなと、そのぐらいかね。まあでもなんか誰かと食べに行った時に自分が払うつもりで行った方がいいですよね、何でも。うん、たかが食事代おごるくらいじゃないですか、気持ちよく行きましょうよと思っちゃいますけども、そういう私は、いやここは私が払いますって言った瞬間に、みんなアイス食べませんかみたいな感じでね、さらにたかるみたいなね、そんなイリュージョンでございました。いってらっしゃい。